それでは、今回はりょうちゃんと2人でドゥームアイランドというハイフワールドを遊んでいこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。ますういゼロはい、挨拶いや挨拶じゃあそしたら、街を探索しましょう。家がいっぱいあるんで。はい、逆からいきます。よし実はね、この一番最初の家にね、いろいろ置いてあるっていうのをね、俺は見てしまった。ちょ、くそ、くそ、半分置いとくよ、半分置いとくよ。あ、本当だ、ね、なんで気づかなかったんだろう。一番最初のところにいっぱい置いてあった。あー、すごい、充実。上にもあったり。いらなくね。これはあとちょっと。っとなんで探索ブロックのあ降りれない。あよしよしよし。探索しつつ、はい。レベル1のダンジョンも。おはい。手分けして探しましょう。はい。一向にたどり着けなかったレベル1に。レベル1に。言えてない。よし。家宅捜索を。家宅捜索。はい。家の中のものは何でも取ってオッケー。オッケー。で、額縁のものも取ってオッケー。チェストの中も？チェストの中も取り放題。オッケー。なので、あ、片っ端から。食料が。食料大事。食料。よし、小麦をいっぱい取りました。お、松明。レベル1ダンジョンどこなんだ？ビーコンのあるとこだったような気がするから。ですよね。作業台。よいしょ。おあちょっとあれどうしたはしごがいまだにうまく上がれない。あらちょっとテトさんにこれ見せよう。イエーイ。なにはい、いいのもらいましたよ。いいのもらいました。よし、それはレベル1のダンジョン探そうかな。よいしょ。でスポーンブロックも壊して OK なんで。あ、だって忘れてた、おい見つけ次第、見つけ次第スポーンブロックは壊してください。町のちょっと危険なので。よいしょ。これじゃないレベル1ってありました。なんか白かったですよね。ここだろ、白いやつ。ほら来た。おー見つけた。だけど私は場所が分からない。ここどこだ。俺見えるよ今、りょうちゃん階段の下の方あ、いたいたいた。ちょっと何をしようとしてる。おお、ちょあんまり移動するとまた迷子になるよ、これ。レベル1レベル1どこだっけ。いけなくなる。あ、すげえ、何これ。わあ、めっちゃいっぱいある。イエーイ。これは、これはテトさんも一回も見たことない、この中で見たことがないものを入手いたしましたよ。マジ。あら、私どっから来たっけ。入れたー。あの、日が暮れるまでにレベル1に戻っていてくださいね。どこだっけ。日が暮れる前に。そろそろじゃない、違うかな、まだ。そういえばスポナーもどこにあるかわからない。そろそろ。どこだっけ。あ、ここら辺だったっけ。そろそろじゃない。あ、そろそろ日が暮れますよ。あー、ベッド。だから、あの、ね、ダンジョンの前のベッドで、ね、寝るんだって。ダンジョンの前どこでした。ダンジョンどこでしたっけ。テトさんどこ撮ってましたっけ。ここどこだっけ。あれ、あっちだ、あっちだ。オッケーオッケー。あ、なんで全然違う方向行くんだろう。指が姿が見えない。よし、多分後ろから行っても、あ、いたいた、後ろです、後ろです。うん、結局見つけられなかったな。どこだったんだろう。あれ、しゃあない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 。よし、だからなんで重なるんだろう。よし。あ、そう、テトさん。ちょっと。茶色いのと黄色どっちが好きですか？黄色です。オッケーです。何？
茶色じゃねえかよ。テキテキ、ヒェーイ。茶色。ちょっと待てよ、こっち茶色だろ、おい。この野郎、こっちはエンちゃんとついてんだと、こっちは。ダメージ軽減とかついてますか、強いっすよ。そっちもついてんの？いや、こっちついてないです。普通のだよね。だって、そっちの方が強いし。もろかったような気がするんだけど。ですよ。一発でパーンですよ。パーンって言いますよ。そんなのお構いなしで。で、鉄の、知るか。鉄の剣は作ろう。作ろうって言ったけど、キー持ってない。はい。はい、よーし、ありがとうございます。やった。よし、じゃあ行きますか。行きますか。さあ、さあさあ。さあさあ、この間やられた。ラグでやられた。ラグでやられた。レベル1のダンジョン。どっちがスポーナー壊すか決めときますか。いや、もうバリバリ装備してるんですけど、私。俺ち。ちょ、お願いしますね。あと頑張ってくださいね。じゃあ行きます。今度は私の特攻隊長でしょうか。え、松明20本しか持ってないね。暗いよ。暗いんだよ。お前らはこの野郎。ちょっと待って、あ、死ぬ。あ、ちょっとデッドさん死ぬ。あ、死んだし、私。俺が倒したし。なんでや、俺が倒した。なんでや。しかも中ともいい、ここ。どこやねん。持ってきて、まっすぐ。まっすぐ行って、噴水を。あ、あった。右折。もうここから斜めに行っちゃう。よし、斜めに行っちゃう。このアイテム落ちないのいいですね。めちゃくちゃいいですね。危ない。ははは、私また道に迷うパティーン。ちょっと、終わるよ、ここ。ちょっと待って。終わるよ、ここ。ちょっと待って。終わっちゃうよ。待ってください。もう最後のスポーンの前だよ、俺。あ、もうどうぞやってください。俺一番最後、クリーパースポーナーあるんだ。でしょう。クリーパー入ってたって。よし、帰ってくれた。今湧いた。あ、今湧いてるのを見ないでくださいよ。観察してないでくださいよ。だから。オッケー。よし。で、なあ、無視ね。で、奥のスイッチを押す。押しまーす。いいですか？はい、どうぞ。え、そ、あ、そっち？お、来た、来た。お。お。あー、来た。来たー。やっと。俺の理由、俺が悪かった。ティートさーん。ティートさーん。で、反対側も。押す。押してください。おぉ。はい。おぉー。オッケー。おぉー。これでビーコンが消える。びっくり。なるほど、そこが開くんですね。通路すか。なるほど。はい、クリーパーさん、クリーパーさんいらっしゃい、クリーパーさんいらっしゃい。あ、テトさんが全部やってくれてる。あ、楽だ。じゃあ、タイマーつなくなった、俺。あ、ちょ。タイマーつ。あ、クリーパー爆破する。いい。待って、そこは、なんか相手ボックスある。危ない。あ、だっす。これだ。来た。え、ラビスラズリ？あれ？あ、え？なんでだ？あ、これで交換する感じ。そういうことか。てか、ですかね、装備クソ強いんだけど。よし、よしよし。あれだ。俺ラピスだけ残った。イエーイ。なんてやつ。よいしょ。イエーイ。なんてやつに今俺これ持ってるもん。あ、なんでだよ。これ持ってるもん。なんでだよ。よし。これでクリアだ。多分。よし。これでビーコンが。こんな風に隠し通路隠れてるんですね。ね。じゃあ他のところかも、うわ、言えなかった。他のところもなんですかね。やだな。あ、オッケー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 。あ、消えてる。あ、よかった。これでクリア。よかったー。やっとだー。なんかいろいろあったけどクリア。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。パソコンからご視聴の方は画面右の画像をクリック。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は画面下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。動画の続きは画面下の再生リストから見ることができます。
Twitter で動画の更新情報などを配信しております。こちらも合わせてフォローをお願いいたします。ではまたのご視聴お待ちしております。バイバーイ。